昨日投開票が行われた森町長選で現職の太田康夫さんが3回目の当選を果たしました。投票率は8年前の前回選を大幅に下回り、町長選としては過去最低となりました。任期満了に伴う森町長選は現職の太田康夫さんが4800票余りを獲得して新人候補との接戦を制し3回目の当選を果たしました。やはり森町のために私が引き続きやらなければいけない。投票率は 62.30% で、選挙戦となった8年前を大幅に下回り過去最低の数字となりました。どうも、ありがとうございます。一夜明け、太田さんには当選証書が手渡されました。3期目に入る太田さんですが、新人候補との差がおよそ700票という厳しい結果について次のように語りました。新しい町長、新しい町政を求めていらっしゃる方が、それだけの数いらっしゃったかと思ってますので、3期目は単に1期目2期目の延長ではなく、そこに新たなチャレンジを加えて新たな街づくりに挑んでいく。太田さんは人口減少対策として企業誘致など地域活性化に取り組む考えです。